パブロ・フォルナルス・スマージャは、スペイン・カステリオン・デラ・プラナ出身のサッカー選手。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。ウエストハム・ユナイテッド FC 所属。バレンシア州、カステリオン兼カステリオン・デラ・プラナに生まれ、2003年に、ビジャレ・アル・ CF の下部組織に加入した。2008年に CD ・カステリオンの下部組織に移り、16歳だった2012年に、 マラガ CF の下部組織に移った。2014から15シーズンには、テルセーラディビシオンの試合で B チームデビューした。2015年9月26日には、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリード戦で、トップチームデビューした。11月28日には、エスタディオ・ラ・ロサレーダでのグラナダ CF 戦でプリメーラ、ディビシオン初得点を挙げた。 セルジオ・ズダとの交代で途中出場して4分後のことだった。2016年12月4日のバレンシア、CF 戦では1試合に得点を挙げた。2017年には、下部組織時代を過ごしたビジャレアル CF に移籍した。移籍金は1200万ユーロであり、ビジャレアル CF と5年契約を結んでいる。2018年1月17日に、 エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた、レアル・マドリード戦では、87分に、カウンターから、ループシュートで決勝点を奪って1から0の勝利に、貢献した。ビジャレアル CF が敵地でレアル・マドリードを下すのは、クラブ史上初の出来事だった。2019年6月14日、ウエストハム・ユナイテッド FC に、ビジャレアルから遺跡金2400万ポンド、5年契約を、 結んだことが発表された。2016年3月28日、ムルシアのエスタディオヌエバ・コンドミーナで行われた U-21 ノルウェー代表との試合にフル出場し U-21 スペイン代表デビューした。同年5月17日にはビセンテデルボスケ監督によってボスニア・ヘルツェゴビナ代表との親善試合のためのスペイン代表に招集された。 5月29日にスイスザンクトガレンのアフグアレーナで開催された試合ではミケルサンホセとの交代で途中出場しフル代表デビューした。ありがとうございます。